どうも、ビール大学ビアマイスターの清水です。この動画ではビール検定、通称ビア券3級の問題と簡単な解説をしていきます。面白かったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では早速本日の問題に参りましょう。中世ヨーロッパではワインはキリストの地とされていましたが、ビールは何とされていたか、 次の選択肢より選びましょう A ・キリストの汗 B ・液体のパン C ・キリストの肉 D ・天使の輪・エンジェルリングさあどれでしょうか 5. 4. 3. 2. 1それでは正解ですね正解は B の液体のパンが正解でした。それでは解説をしていきます。ビールの歴史は5000年とも言われております。当時のビールの醸造はパンを原材料にしておりました。このため液体のパンと呼ばれております。またキリストの肉はパンのことを言います。天使のはエンジェルリングは 飲み終わったグラスにできる泡のラインのことを言います以上、本日のビアケン3級の問題でしたそれでは皆様、またお会いしましょう